おはようございます。7月7日ですね。今日一日密着動画というのをやろうと思います。私が密着です。はい、グビグビいい飲みっぷりで ANP71 を朝ごはん代わりに飲み終えました。そして一日が始まります。今日はですね、割とビューティーデーな感じの一日。夜はお友達の誕生日ディナーに行きます。そうですね、すっぴんでこれから、クリニックの方へ行きたいと思います。すっぴんなんでちゃんとね、日焼け止めは塗ってましたけど、帽子をかぶって紫外線対策していきます。はい、銀座に到着いたしました。駅から本当に歩いてすぐのネクサスクリニックに今日はやってきました。こちらですね、最新のポテンツァという微量医療の機械があるクリニックになるんですね。なんですけども、私は今回初めてなので、ちょっと軽めの施術をまずやってみようかなと思ってお試しにやってまいりました。動画の後半でもね、ちょっとポテンツァの話少し出てくるんで、最後までよかったら見てください。ハイドラジェットはもう施術の前の状態の、何ですかね、角栓、角質取り除いて、前段階の手術っていう形になるので、これをやってからポテンザをしていくことで、なるほど。肌のより奥まで薬剤の浸透させていってっていうものになるので、前段階なるほど。汚れが濁ってる。そうですね。帰宅したらすごいお腹空いてたので、トーストを食べました。本当何もなくてバター塗って食べただけですね。その後ずっと取材の仕事だったりとか事務仕事をひたすら羽化に行くまでやります。こんにちは。よろしくお願いします。お家がいいんだよね、ここ。今日はヘナやります。こんな感じの色になりました。はい、美容室から帰ってきました。そこでですね、数日前にマーケットみたいなところに行って、みょうがとか茎とかすごいたくさん入ってて激安のを見つけたので買ってたんですよ。で、うわ、大量に買ったし、なんとかしなきゃっていうので甘酢漬けを作りました。これね、蜂蜜なんですけど、水に溶ける蜂蜜で、ハーブでね、なんか抽出してるっていうやつで、すごい美味しいんですよね。これと、有機純米酢を入れて、ただ漬け込むだけっていうものです。で、あとはね、全部それできないんで、めちゃくちゃ気づいあすごい、やっぱこれお腹空いてたんですよね。朝ごはんそう食べて、トーストだけ食べてっていう変な食事したの。お腹空いてて完食しつつ、刻んだみょうがにソルソルオイルみたいなごま油、美味しいんですよね。あとこれ醤油ね、これなんかだしに漬け込む醤油みたいなやつ、お土産でもらったやつと、これ胡椒かけて混ぜて、ドレッシングみたいな感じですね。漬け込むだけなんですけど、すごい美味しいです。こんな感じで冷ややっこにかけて食べたりすると美味しいし、そのままでも美味しいです。ちょうどね、終わったところで荷物が届きました。これ毎月やってる雑誌が事務所から送られてくるんですね。はい、これ何やったんだろう。はい、ジゼルですね、ジゼル。はい、次は何だろう。あ、これはプレシャスですね、プレシャス。はい、次は、あ、分かった、これマキアだね、マキアですね。そして何かな。あ、またマキア。あ、これ前の号のも一緒なのかな。
はい、そして次はベリーですね。ベリーネイビーかな、今のベリーかな、うん。それから次は何かしら、はい、あ、アンドロージーですね。アンドロージー届きました。美容雑誌が多めですね。そしてはい、エクラですね。こんな感じでね、毎回届きます。次はなんだっけな、あ、これ前から欲しかったやつが届いたのですよ。これブレインスリープのマットレス使ってるんですけど、そこから新しくあのお布団が出たんですよね。なんか宇宙テクノロジーを採用して、なんか自動調温する掛け布団っていうやつらしくて、すごい軽くてカバーも必要なくて、私はカバーするんですけどね、丸洗いできるお布団です。今からゆうすけさんの誕生日会なので、ゆうすけさんにバースデーカードを書きたいと思います。こんなのにしてみた。こんなのがあった。なんだろう、かわいい。はい、打ち合わせの後そのままディナーなので着替えました。はい、着替えてですね、ゆうすけさんへのプレゼントを持ってまず打ち合わせに行きたいと思います。じゃーん、袋がエルメスでも中身がエルメスじゃない、ごめんねゆうすけさん、袋だけエルメスです。はい、ということでトレスの、打ち合わせにセッションへ向かいたいと思います。はい、到着しました。こちらショールームセッションというPR 会社、セールスエージェントになります。こちらでいろんなブランドさんをこうやって取り扱っていらっしゃるんですけれども、こちらでトレスも扱っていただいております。 色です。え、色、あ、これか、見て、あ、そう、なしとついてる、あれ、あ、そうだ、ツータタイムしてもらったんだ、うん、どっちにしようつけて、これどっちがいいと思う、こっちの方がつけやすいんですかね。なんか引っかかりそうだもんね。うん、三上さん、お疲れ様でした。去年もね、ここでゆうすけさんのお誕生日会同じメンバーでやってたんですけど、また今年もやってきました。ご飯美味しいんですよね。ワインもこれ大好きなんです。こっち保全、こっちすごい綺麗だ。綺麗、今も見てきたけどやっぱ綺麗だ。毛穴がこうなってたのにこうなってる。めっちゃ締まってる。いい、締まってる、でも締まってる。どうも。え、なんでなんで今 YouTube の編集。近くで、うん、撮影してて、あ、そうなんだ。インスタストーリー見て、ストーカー、ストーカー。すごい、かわいい。いるから挨拶してこう。すごい。作ってきた。そう、折り紙買って作ったの。すごくない？インビな感じで、ちょっとこの私串この色選んで。しごちゃんは？選んできます。私ね、オレンジが好きだ。オレンジ。いいよ。グリーンがいいっす。じゃあ俺赤にしようかな。愛するより愛したいです。愛するより愛したい。ササニね、ササニ。じゃあ後でつけます。でもさっきの佐伯祐介にインスピレーションを受けたので、やっぱさ、インスパイアしちゃうんだよね。じゃあこれも金で、すごい金で、ありがとう。金でお願いします。メッセージ性を上げてきました。シュリュゴは何、 Happiness to all of us。 じゃあ今年の抱負はちょっと
までの出会ったことないで出会った。いいな。お父さん、お父さん、ごめん。パパ、ほら。